エドゥアルド・ルイス・サベリンは、ブラジル・サンパウロ生まれのブラジル系、アメリカ人企業家であり、マーク・ザッカーバーグ他とのフェイスブック共同設立者で、ある。2011年1月4日、現在、フェイスブックの株式の5%、25億ドルを所有している。ブラジルのサンパウロで、裕福なユダヤ系ブラジル人の家族のもとに生まれ、フロリダ州のマイアミで育った。 エドアルドの父は、ブラジル人の実業家で輸出、医療、運送、不動産を手掛けていた。マイアミで、ガリバー中学校へ通い、ハーバード大学へ進学。フェニックス、SK クラブのメンバーとなり、ハーバードインベストメントアソシエーションの代表になった。ハーバードへ通いながら、自身の資産で30万ドルを石油産業へ投資している。2006年、 ハーバードを優秀な成績で卒業し、経済学士を取得した。2011年9月頃にアメリカ国籍を放棄した。現在、シンガポール在住とされている。大学1年目でマーク・ザッカーバーグと出会う。大学2年目に Facebook の共同設立者となり、CFO とビジネスマネージャーの役割を果たした。リーマンブラザーズで一時的なインターンシップのため、 ニューヨークにいたサベリンは、夏過ぎにかけてのザッカーバーグとの内部構想と意見の違いから、シリコンバレーで急成長を遂げる、当時のセフスクから疎遠になっていた。ベンチャー投資家やペイパルの設立者、ピーター・ティール、ナップスターの設立者、ショーン・パーカーを、主とする、外部投資家が CEO であるザッカーバーグの指示のもと、金融と資金調達の支配権を握り、 サベリンの役割は縮小され、影響力は消滅した。サベリンは、ザッカーバーグに、Facebook の所有株式を34%から0.4%に、規迫化させられた後の2005年4月、ザッカーバーグと Facebook を告訴し、Facebook 共同設立者としての肩書き及び、株式を取り戻した。ソーシャルネットワークの中で、サベリンを、 俳優のアンドリューガーフィールドが演じた。Facebook 設立からサベリンがザッカーバーグに法的措置を取るまでの二人の関係が描かれている。ソーシャルネットワークは2010年10月にアメリカで公開され、日本では2011年より上映された。ありがとうございます。